はい、どうも、桜優吾でーす。本日も人生に役立つ情報を配信していきたいと思います。はい、共に学んでいきましょう。本日のお題は、泣かないのが強いわけではない。本当に強いのは泣いてもまた立ち上がって歩き始める人。こちらのお題を今から読んでいくぜ。辛い時はたくさん泣いてもいいのです。むしろ泣いた方がいい。思いっきり泣いてしまいましょう。多くの人が泣くのは情けないことと考えがちですが、誤解です。泣かないのが強いわけではありません。本当に強いのは泣いてもまた立ち上がって歩き始める人です。泣いたとしてもそこで諦めずまた歩み始めればいいのです。泣くのは悪いことだと考えると生きるのが苦しくなります。辛い時に涙が出るのは正常な生理現象。人間なら誰でも普通にあることです。泣くとかえって気持ちがすっきりするでしょう。泣くことはストレスを吐き出す作用があります。いわば心のゴミ掃除です。思いっきり泣くとしっかりストレスが吐き出されまた元気になるでしょう。一回泣くのは一回寝るのと同じくらい癒しの効果があると言われています。むしろ無理に泣くのを我慢している方が問題です。ストレスをためたままになり不健康です。辛いのをごまかしているとますますストレスになるでしょう。辛い時には思いっきり泣きましょう。そして元気になればまた歩み始めるのです。今日の格言、辛い時には素直に泣いて再び歩み始める。確かにね、思いっきり泣いた方が絶対すっきりする。特に一人でいる時とか別に我慢しなくても、誰も見てないんだから思いっきり泣いちゃえばいいと思う。泣いてもいいんだよ。ももクロの歌、泣いてもいいんだよ。俺も感動とか、このすぐ泣く。俺もちょっと感情入っとすぐ泣いちゃう。ももクロの DVD とかライブ映像見てるとすぐ泣く。なんか心打たれるとすぐ泣く。悔しいとかで泣いたり、最近ないな。感動系で泣くね。でもすごいスッキリするね、その後。たまには泣くのもいいでしょう。最近泣いてないな。たまには泣こう。感動しよう。はい、今日も勉強になりました。ぜひチャンネル登録とよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、ドロン。